今回は、お子さんの抱っこの仕方というものを行ってみたいと思います。赤ちゃんの抱っこも、大変なんですが、だんだんお子さんが大きくなってくると、その分だけ力も必要ということで、今回はそういった、ちょっと成長したお子さんの抱っこの仕方っていうことを、切り込んでいきたいと思います。ポイントなんですが、手の組み方によって、楽に、抱っこできるっていうことなんですが、普通は手のひらから、抱っこすることが多いんですが、手の甲を上にして、手の甲から手首のあたりを、握りますと、背中と腕との連動を中心に、全身の力で、抱えることができるので、とっても、楽に、抱っこができるようになります。それでは、実験してみます。すいません。お尻の下あたりをこう抱っこしていきますが、手のひらからで抱っこしますと、この力こぶ中心の力になってしまって、なかなか重い感じがします。ところが、手の甲を上にして、ちょうど手首のあたりですね、を、かけていきます。こうしますと、腕の力はあまり使わず、背中で支える感じ。で、背中とは体幹と、一体化してますから、体幹から足腰と、全身がうまくつながって、抱っこすることが可能になってきます。この状態ですと非常にこう楽に抱っこができるようになります。まあ、私がやったとしてもあまり説得力がないので、実際に子供を抱っこしてみたいと思います。まず手のひらからで抱っこしてみてください。まあ、上がることは上がるんですけど、まあ、ちょっときつい感じですね。はい、次に、この手の甲から、手首をかけてください。実はここがポイントなんですよね。じゃあ一旦戻してみましょうか。先ほどの、この手首をかけるだけっていうのは、実は大事なポイントなんですが、普通だとどうしてもギューッと握ってしまうんですが、握ってしまうと力がそこだけで停滞してしまいます。ところが、この、中指と薬指だけで、軽くかける。これだけで十分に、お子さんの体重を支えるくらいの力っていうのは楽々出せるようになります。そのことによって、全身の力がうまく、引き出せるようになってきます。まあ、よく電車のつり革なんかもギューッと握ってることは我々ありませんよね。もう特に丸いつり革でしたら、気づけば中指薬指を中心にかけてるだけ。また、学校の校庭なんかにもあるような、こう、運転なんていう、遊び道具がありますが、それもギューッと握らずに、まあ、軽くもう指でかけてるぐらいで自分の体重をよくよく見ると片手だけでも支えることができます。そういった構造もうまく使って、抱っこというものをすると、もっともっと、楽に、抱っこできる可能性が高まっていくんじゃないかなと思います。じゃあそれでは最後に、実際にこの手首でかける、手首をかけるっていうイメージで、行ってみましょう。はい。ということで、楽々抱っこできたところで、今回もご視聴ありがとうございました。